はい、今回ですね、ノックさんから、Q&A が送られてきまして、この動画に、私なりにね、回答していこうかと思います。それはですね、YouTube の公開設定なんですけども、非公開と限定公開っていうのがあるんですね。その後、一般公開っていうのがあります。この公開設定は、果たして守られているのかっていうことなんですけども、まずですね、限定公開についてですけども、これは URL を知ってる人でないと見ることができないはずですが、当然 YouTube Japan はそんなの関係なく検閲することができると思います。で、URL を知ってる人でしか見れないということですけども、これね、そうとも限らないんですよ。たまたまね、限定公開を再生されるタイミングがなんか知らないけどね、あるんですよね。たまたま見えちゃうこともあります。ですんで、あんまり当てになりません。で、あとね、非公開なんですけども、これは YouTube Japan だけが見ることができますが、やっぱり検閲はされますので、一般の人の目に触れることはないんですが、YouTube Japan はそれでもチェックしてると思います。私はこういうふうに考えてるんですけどね。皆さんいかがでしょうか。はい、以上です。ありがとうございました。